村松城は、かつて、新潟県五泉市村松にあった、日本の城。上杉氏が、越後国を統治していた時代に、館があったと伝えられる。寛永16年に、村上藩をもだった、堀忠式の次男、堀忠氏が、蒲原軍三万国を分蜂され、その後の商法元年に、堀直吉によって、陣屋が築かれた上で城下町が形成された。 カエ三年旧大藩主の堀忠雄が上司格拝命したことにより大改築が行われた。1868年の母親戦争で大売れ藩同盟に加盟した村上藩によって自ら火をかけられた。1871年の廃藩地県で村松県庁舎が置かれたが県が新潟県に九州合併された後に土地は払い下げされた。 1979年から1984年にかけて村松町によって土地が買収された後に郷土資料館と民具資料館が作られ1987年から村松城石公園となっている公園には神原鉄道の実際の車両も展示されている城石自体は史跡には指定されていないが白絵図面が五千種の有形文化財となっている 近年発見された、上郭絵図、ご不審方絵図、山田岩蔵を覚えがき絵図、お目付け方、御用手控え、御時金無企画などの資料により100分の1の本丸、御書院、二の丸南御殿の模型が制作された。ありがとうございます。